シャルムエルシェイクはエジプト、市内半島南部の都市。エジプトにおける第一の国際的リゾート地であり、中東各国のみならず、ヨーロッパ各国からも多数の定期便、チャーター便が就航するなど、世界的に人気が高い。都市名はシャイフの入り江という意味である。エジプト現地ではシャルムの略称が多用される。また、平和の都市という愛称もある。かつては、 偏僻な漁村だったが、市内半島の南端にあり、赤羽湾の入り口であるティラン海峡に面する戦略的要衝であることから、エジプト海軍の基地が置かれるようになり、しばしば戦場となった。1956年の末月期では、イスラエル国防軍により吸収、占領されたが、翌1957年にエジプトに返還された。しかし1967年の、 第3次中東戦争でイスラエルに再び占領された。1979年のエジプトイスラエル平和条約で市内半島がエジプトに返還されることが決定し、1982年に返還された。イスラエルは占領中にオフィラというユダヤ人入植地を築き、ナーマワン周辺にリゾートホテルやダイビングクラブなどを建設し、この地をリゾート地として 大開発した。返還された後、エジプト政府は、イスラエルの残したインフラをもとに観光開発を継続、旧オフィラ空軍基地を改造して、シャルムエル・シェイク国際空港を作り、イスラエルを含めた中東やヨーロッパ各地から、雇用客が訪れるという中東随一の高級リゾート地へと変身させた。国際会議も誘致されるほか、 パレスチナやイラクなど中東の紛争解決に関わる国際会議や首脳会議も数多くこの地で行われている。一大観光地であることからエジプト国内でも治安は良い方であるが2005年7月23日に市場や複数のホテルの近くなどで自動車が爆発するテロ事件があり多くの死傷者を出した。それ以降この地に向かう道路における検問や 観光施設への警備が強化されている。ホスニームバーラク元大統領はシャルムエル・シェイクを愛し、閣僚を呼び寄せて、政務を取ったり、各国の首脳会議をこの地で行ったりすることもあった。2011年エジプト騒乱による失脚後、彼はこの地の指定に滞在していた。シャルムエル・シェイク周辺地図。市内半島南端の海岸部にリゾートが連なる、シャルムエール・シーク。 City of Peace アラブニュース2021年1月29日閲覧ありがとうございます。